G7 サミットでは気候変動問題も主要な議題です。会場近くではデモが行われ、温暖化などへの対応を求めました。この海の向こう側にサミットの会場があります。そこに集結している G7 のリーダーたちに今すぐ行動を起こすようにと声を上げています。イギリス全土から集まったおよそ500人の参加者はサミット開幕に合わせて行進し、気候と環境の危機に今すぐ対応すべきと訴えました。My daughter's future depends on what you guys do. I'm here to protect my daughter.People in the very small percentage of people that are in leadership positions that can generally affect change in this world, make those decisions, do the right thing for people. 気候変動対策をめぐっては、2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロに向けて、イギリスやフランスなどが石炭火力発電の全廃へと舵を切っています。一方、日本は途上国などへの石炭火力発電所の輸出支援を続けていて、どこまで足並みを揃えられるかが焦点です。